百式敵弾器の後方。固定用の鎖が付けられている。側面を示す写真は 6.5mm 小銃用。百式敵弾器とは、日本軍が正式化した、ライフルグレネード放射用の兵器である。1940年に採用された、この敵弾器は、手榴弾を専門に放射するためのものであり、他の榴弾や対戦車能力を有する砲弾を、 発射するようには設計されていなかった。取り付けても、小銃の機能や射撃精度には影響が出ない。ヨーロッパの戦闘において、敵弾機は大きな効果を上げており、日本でもこの種の兵器の研究が望まれていた。従来日本陸軍では、敵弾機と同様の兵器として、村田銃改造の敵弾銃を装備していたが、これは大型で、また弾薬も弾底に、 ロットのついた、扱いにくい榴弾であった。昭和14年2月、陸軍技術本部により研究開始。5月に姿勢完了。実弾及び空砲を使用する2種が作成されたが、空砲の使用は弾薬輸送の都合上不都合であるとされたため、研究は実砲を使用するもののみに絞られた。射撃試験等を経て11月に実用試験を開始。実用に適するとされ、 仮正式制定された。さらにこの後にも改修が続けられた。昭和16年7月、改修昭和17年2月、合計 7.7mm 用の敵弾機をすべて 6.5mm 用とする、要改修。しかし、対戦者能力を欠く、本敵弾機は、合計の多弾を使用する敵弾機と比較して、魅力のある兵器ではなくなっていた。本兵器は、 小銃の重口部分に取付機を介して結合するカップ状の敵弾機である。この敵弾機の形状は発射された小銃弾を通過させる弾丸射出用のパイプを有した取付機とそのパイプの髪型に内径4 5 2メーの手の主流弾を収容する頭部が位置する。筒の底面へは取付機の内部から導入されるガスコーンが通じている。取り付けると敵弾機は 重口の上部にカップ状の頭部が位置する。この取り付け機には弾丸射出口が開かれており、弾丸はこの穴を返して外部へ出る。取り付けても発砲時の発射精度、小銃の機能などに影響はない。発砲時のガスは敵弾機のガス導入口へと一部が導かれ、カップ状の頭部後方に出る。このガス圧によって手榴弾が推進し放射される。 総重量は8 3 0ム、全長2 5 0ト、mm、ル。筒の内径4 5 2ト、mm、ル、筒の肉厚は1 5ト、mm、ルである。使用する小銃は38式不標銃、38式機銃、99式小銃、99式単小銃だった。敵弾機を取り付け、筒の前端から安全線を抜いた99式支流弾を押し入れる。 この際、新艦が前方を向いているように装填する。射角30度、ガス漏れ孔を前兵にした時には、射程110メートルが得られた。これ以内の射撃には射角を下げ、さらに近距離に放射するならば、ガス漏れ孔を開く。これは打ち出される、手榴弾の速度を減らし、勢いよく転がりすぎることを避けるためである。射角30度以上では、手り弾が空中炸裂し、 地上目標に無効となった。ありがとうございます。